中馬高中馬交渉は7年3月21日は日本の教育者、元野球選手。アメリカで現代のスポーツであるベースボールを野球と訳した最初の人物として著名となった。また、ショートストップは戦列で時期を見て待機し、動き回ってあちこちを固める遊軍のようだと時、遊撃士という名称が広まった。1970年に野球殿堂入り。 薩摩国鹿児島城下西仙国馬場町出身。陽名は小四郎。旧姓は近藤で三男として生まれた彼が一人娘であった母の実家を継いで中馬姓を名乗った。多くの書籍では中馬、かのエという読み仮名が用いられているが中馬の評伝を執筆した白い六尾などは中馬、かなエという読み方がより正確である可能性を主張している。 明治20年3月に三州義塾を卒業、翌年9月に第一高等中学校に進学した。選手として活躍していた明治26年第一高等中学校を卒業する際に出版するベースボール武士執筆を依頼されたが、その際にベースボールを何と分けするかという問題に当たることになった。当時はこの球技は一般的にベースボールと呼ばれており、 薬語を使う必要がある場合には、底玉などとしていた。しかし、これでは、低級と紛らわしく、新しい薬語を考える必要があった。執筆も完成に近づいた翌明治27年の秋、ボールインザフィールドという言葉をもとに、野球と命名し、テニスは、庭でするので、低級、ベースボールは、野原でするので、野球と説明した。 この間に第一高等中学校は学生改革で第一高等学校となり1895年2月に一高野球部士として発行された。その後、中馬は東京帝国大学に進学している。明治30年、中馬は一般向けの野球専門書、野球を5月に出版し、ベースボールの訳語として野球が一般に登場したが、雑誌や新聞で、 野球という言葉が使われるようになるなどの、いわゆる一般的な認知を受けるのはそれから5年ほど、後のことになった。同年7月に、同大学士学科を卒業後、兵役を経て、鹿児島に戻り教師となった。明治39年、鹿児島第二中学校教頭となる。その後、明治42年7月に、新潟県糸井川中学校、同45年1月に、 新潟中学校、同年10月に、秋田県大館中学校、大正3年12月に、徳島県は基調中学校の校長を歴任。大正6年2月に同校を退職した後、大正7年から、何は銀行に勤め、同14年に定年退職した。昭和7年3月21日死去。62歳。昭和45年、特別表彰という形で、 野球殿堂入りした。彼のレリーフには以下の検証文が刻まれている。明治27年ベースボールを野球と最初に訳した人で、また同30年には野球研究所、野球を著作。これは単行本で刊行された日本最初の専門書で日本野球界の歴史的文献と言われている。一校時代は名二類種。大学に進むやコーチ。 監督として、後輩を指導。明治早々時代の学生野球の育ての親と言われた。令和2年3月6日、中馬校がベースボールを野球と和訳して125周年になることを記念して、鹿児島県鴨池市民球場にて、日本野球誕生125周年、中馬校先生記念試合と銘打たれた試合が、中馬初演の東京大学と鹿児島大学の対戦で行われ、 2対0で東京大学が勝利した。ただしこの試合は、この年世界的に流行していた新型コロナウイルス感染症の拡大を警戒し、無観客で行われた。野球伝道中馬高女性のための野球観戦講座賞とってどんなポジション白いむつを野球の名付け親、中馬高伝ベースボールマガジン社1989年。 MBC 南日本放送ウェブ版、MBC ニュース2020年3月6日。ありがとうございます。